はい、おはようございます。もう朝からね、高齢者体操のレッスンをしてきて、今神社におります。昨夜はですね、私の昔からの、ダンス仲間であるまゆみちゃんの、結婚披露宴パーティーに行ってまいりました。パーティーかなかんねんってあげてたと思うんですけどね、めちゃくちゃいい結婚式でした。ね、本当にあのまゆみの明るさというか、ハッピーまゆみと周りから言われてて、ひまわりのような子なんですけどもね。で、昔からの仲間のダンサーズたちと、一緒にショーをしてまいりました。非常に盛り上がりましてですね、大歓声を受けながら、ショーをさせてもらいました。まあ、あのショーのね、あのしても一緒にした仲間には、あの、まあ、昔からのダンサーズの友達もいますし、まあ、先輩も混じってて、まあ、私の、あの出身のダンススタジオがあるんですけど、そこでもう本当かれこれ22年とか23年前、まあ、切磋琢磨して一緒に踊ってた、仲間たちと一緒にですね、花嫁の前で、ショーができたことをね、非常に嬉しく思ってます。なんかね、たくさん幸せを昨日は分けてもらったので、またね、昨日この日を胸にというか、また、頑張っていきたいなと思います。そうそう、今週はね、ハロウィン発表会、私の主催のがございますので、そちらの成功も祝いながら、やっていきたいと思います。YouTube の方に上げますのでね、昨日の披露宴のショーの動画、よかったら見てください。